い、どうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。このチャンネルでは、アスタータタリクス、FF7 エバークライシス、レスレリルーナ、アトリエ、他、アプリゲームの、攻略実況生配信を行っております。ぜひ、他の動画もご覧ください。そしてね、現在、メンバーシップによる、支援を、募集しておりますので、今後もね、頑張って動画作っていきますので、もし興味があればね、ぜひよろしくお願いします。はい。では、本日は、スタタやっていきたいと思います。はい。本日はね、まあ、イベント開催して、まあ、2日経ちましたと。で、経ちました2日、まあ、いろいろね、まあ、クリアしたりとかしてる人もいると思います。もう僕もクリア終わりました。まあ、初日でだけどね。まあ、結構ね、簡単だったけど、まあ、ストーリーは面白かったね。うん。なんていうのかな。こう、イゾルデのキャラを、見せてくれるっていうところで、まあ、すごく深掘りされたいい感じだったんじゃないですかね。まあ、なんていうのかな。あんまり交われなかったけど、イゾルデとトリスタンの、こう、信頼関係だったり、君はどうせこうするんでしょ？だから、僕はあえて何も言わないよ、みたいな、トリスタンの雰囲気とか、あとは、こう、なんていうのかな、イゾルデが、こう、なんで、こう、なんだろう、こう、薬剤の道にっていうこととか、まあそういうのが分かって、まあすごくいい話だったなっていうふうに思います。あとはね、ボールスがね、なんだろう、武骨、やっぱり、武骨な男イコール、不器用かつ、こう、面白い男っていうのが、ファンタジー世界ではよくあるんですけど、まあそれがね、結構、出てて、まあ、ボールスのことをもっと知りたくなりましたね。僕がやったギネビアルートだと、ボールスほとんど出てこないし、で、急に出てきて誰みたいになったんでね。こいつ、円卓の騎士だったんだ、みたいな感じだったんですけど。まあ、なんかもっとボールスのことも知りたくなって、いいなって思いましたね。で、トリスタンがいるルートって、あれだよね、きっとディナタンのルートだよね、きっとね。なので、まあ、そっちも早く通りたいなと思ってます。ただ僕はね、今のところ、ギネビアルートもう一回通って、エレインルートに行こうと思ってるんでね。ちょっとエレインの急なヒロインムーブにね、ちょっと困惑してたけど、まあ、ルート二つあるって知って、あ、そういうことかって思ったんですけどね。まあ、ちょっともう一回そっち行きたいなと思っております。で、まあ、このね、イベントのストーリーの感想はここら辺にしといて、まあ、今回めっちゃメダル手に入りますね。一番最後のところやると500以上手に入るし。で、あとは、この闇属性のアウェイクジュエルとか、ピンポイントで、まあ、欲しいもの狙いに行けるっていうのもいいですね。こういう感じで。強化クエストの上級とかやってても、結構、その、バラバラになりがちなんでね、手に入るものが。まあ、これをピンポイントで狙って行けるっていうのもいいし、あとは、まあ、ちょっと気になってるのは、弓はわかるんですよ。スクエアメダル。弓はね。で、ノーマルとレア貯めとくのって結構、重要なことなので、まあいいなと思ったんですけど、槍なんですよね。これだから追加されるキャラが槍ってことですよね。誰だろうっていう。まあもしか追加されないけどあるのか。うん。そこら辺がすごい気になるところであるんですけど、まあスクエアメダルがね、集められるのはすごいいいことなんで、まあ足りないところを、まあ回ればいいのかなっていう。ストーリーは AP0 なんでね。25日までだっけ。2週間ぐらいまであるんで。うん。なので、AP はここと強化クエストにかけていいんだなっていう風に思わせてくれる、まあ、イベントですごくいいなと思います。だこんな感じで、まあ、素材ね、育成用の素材って山ほどあるから、まあ、こういう感じで、まあ、ストーリーイベントっていうのはこの感じで、まあ、月1ペースでやってもらって、まあ、あとはなんかその間にね、高難易度系の、まあ、スペシャルバトル以外のね、難易度の高い、なんかこう、ランキング形式でもいいんで、別に。なんかそういうイベント欲しいですね。で、交換所なんですけど、まあ、今回は、年層がね、全部同じ価格になりましたね。2枚目以降は。うん。多分高いっていうことが、分かってくれたんでしょうね。うん。前回高かったね。全部交換しなきゃよかったって、後悔してしまいそうになりました。で、今回の、裏返った。今回の、ポーカーフェイスを保ってっていうやつは、結構ね、いいと思うんですよね、これ。ヒットポイントと仏棒と必殺回避っていうところで、これ、ぶっちゃけ僕だったら、まあ、クレアとか、ギネビアとか、ノワールとかに装備させてもいいかなって思いましたね。この能力だけだったらね。
まあ、意外と、その、なんだろう、防御力上げときたいっていう。でも前線に出る。だから攻撃、矢面に立って攻撃受けやすいみたいなところって、キャラっているじゃないですか。で、そういうやつって、必殺で死ぬっていうパターンが結構あるんで、まあ、防御積みながら必殺回避積めば、まあそこも耐えられるのかなっていう。まあもしね、仮に食らったとしても。で、あとはこれね、光属性耐性が20アップする。まあ今のところ、光属性の敵ってパッと思いつかないですけど、アバロンとか光属性だっけ？ちょっと忘れちゃいましたけど、まあこれから対人戦とか来た時にね、流行りのキャラって絶対出てくると思うんで、まあそうなった時にこういう局所的なね、尖った性能のものって役に立つと思うんでね。うん、いいんじゃないかな。あとこれね、闇属性の場合、回避が6アップする。だからこれイゾルデか、パーシファルに装備させるスキルだと思うんでね。まあ、すごくいいんじゃないかなと思います。多分、これ、案にパーシファル使ってねっていうことだと思うんですよね。うん。なので、この、まあ、最低1枚はね、絶対欲しいですね。これは絶対欲しい。であと、弓。これはまあ、なんか、何も考えずに取っていいと思います。この性能云々っていうよりも、その武器の数がね、そんな多くないので、まあ、厳選しまくって、強くするっていうのは、まあ、大事かなっていうふうに思います。で、あとはまあ、いろいろこういう感じでありますが、まあ、アウェイクジュエルに関しては、まあ、周回でもいいんじゃないかなって気はしますね。うん。で、特にノーマルとかも。うん。で、絶対取りたいのは、まあ、UR 系だよね。UR のアウェイクシンボル、で、あと SR のスクエアメダルもいいですね。まあ今んとこ槍っていうのはないけど。で、あとはエレメントオブは、まあ必要だったら取るって感じ。僕2個取ってますけど。これ、動画かなんかで開くために取ったやつね。なんか、あとはリリースシードね。まあ SR のリリースシードはいいかな。これは。うん。特にいらないから。で、欲しいのは、まあ UR、SSR ですね。だからまあ基本は UR で、まあ、僕は前回のイベントで7個取りましたけど、うん、これがあるとランダムマス解放できるんで、あれも抽選なんで、なので欲しいのが出るまで引きたいっていうところはあるから、まあ、今回15個も交換できるんでね、だからそのぐらい回らない、なんだろう、いっぱいメダル回るために周回してねってことだとは思うんだけどね、まあいいかな。でまあ今のところ SR のリボンスクロールとかは無理に取らなくてもいいかなっていう感じですね。SSR ぐらいだと使うかなって。まあ、さっき言ったパーシバルだったり、あとはリリアーナいなかった時にエレイン使うとか、あとはティルフィングとか、まあ、そこら辺は使うのかな。で、主人公図は、自分たちの専用のリボンスクロールだから、まあ、ここら辺は気にしなくていいというふうに考えると、あとはやっぱり、ここら辺は絶対必須になりますよね。僕も今、リボンスクロール足んないんでね。今1枚しか持ってないかな。うん。だから、一番最初に取りに行くのはやっぱここかなーって感じはしますけどね、ここ。で、僕はこんぐらい持ってるから、虹のアウェイクストーンはまだ結構持ってる人もいるんじゃないかな。バシバシ解放してる人でも、多分、リボンスクロールが足んないから、多分、持ってると思うんですよね、まだ。だから、先にこっち交換してでいいと思うんですよね。で最後の最後で交換する。なので、まあ、順番的にはまあ、リボンスクロール、ね、UR、SSR って感じかな。まあこれはもうほんと今育ててるやつに合わせてていいと思うんだけど、で次にリリースシード行くか、まあエレメントオブかな、リボンスクロール開けてエレメントオブ行くのがいいかな。でスクエアメダルはまあ SR とかだったらまあ欲しいかなって感じですね。実際見てみよう。で、ここでまあ必要になる、あここじゃねえや、間違えちゃった、ここだった、これここでまあ必要になる。でまあこれがね、カスタム効果でポンと出るんで、まあ、とりあえず解放して、一気にここら辺を回っていくっていうのが、絶対いいと思うんでね。ノーマルと SR で、SSR。まあ、結構素材はね、安いのでね。解放するのに。うん。で、こっちも素材はそんな、同じなんでね。で、こっちもリリースシードがあれば。これが手に入るところはこういう感じなんでね。貴重な存在になってくるんで。で、上も下も全部一緒だから、で、下に下がると3ずつ増えていくと。まあ、ここでは6エレメントオブ必要。こっちも9必要。で、こっちも増えていくっていう。3必要っていう。まあ、全部解放できるのいつになるんだろうね。まあ、3、4ヶ月はかかるのかな、一体は。うん。なので、まあ、そういう形でね、まあ、1個ずつ育てていく。とりあえずだから、
ハード進めていくだけで考えたら、とりあえずまあ一体ガチッと作っていくのがいいんじゃないですかね。で、そのためにとりあえず集めていくっていう。まあ僕はノワール今育てていっちゃってるけど、素材が手に入りやすいから、ここら辺のさ、リボンスクロールがさ、これでいいから超楽ですからね。素材少なくて済むし。アーベイクジュエルだけなんとかすればね、いいので。おすすめはノワール。まああとはまあ推しキャラだよね。うん。っていう風にできるので、まあメダルはまあそういう感じがいいかなっていう風に思いますけどね。うん。で、あとは、集めていく上で、まあ記念メダル、記念メダルじゃねえや。メダル、継承年層メダルね。ここでも、アウェイクストーン、リボンスクロール、アウェイクシンボルが手に入るんで、まあここもね、どのぐらい、10月なんで、1ヶ月更新だから、まあガチャ引いて余ってる年数終わったらね、しっかり、交換して、メダルに交換して、まあゲットしていく。ただ、年層メダルなんで、これはもう手に入るのにはガチャ引かないといけないから、だから、まあそういう点でね、無駄遣いしないように、まあ気をつけた方がいいかなと。まあ今、さっき言った、感じで行くんだったら、まあリボンスクロール交換するのが一番いいかなーって気がしますね。僕はちょっとラシアとか育てたくて、まあパッと買っちゃったんですけどね。まあこれも損だったかもしれないっていうふうに後で思うかもしれないですけどね。うん。まあ推しキャラを育てるっていうところで考えたら、もうパッと使っちゃっていいと思います。まあ僕は正直言うと、100連だけしたかな。水着ティルフィングの時の年層に、100連だけ回したんで、あとはもうみんなが回してる無料と同じくらいなんで、なので、まあこのぐらいにはなるんじゃないかなと。200だと575ぐらいは、まあみんなもなれるんじゃないかなって気はしますけどね。普通に100連引いてる。多分、もうそんぐらいは引いてると思うけどね。僕、無料の石でしかほとんど引いてないから、優勝のやつは、ほとんどアイテムと交換してるから。で、あとは、地味に、こういうところにもあるんで、なので、毎日、年層、伝承を召喚してると、1ポイントずつ溜まってくるんですけど、ここでも交換できるから、まあ、いずれね、っていうのもありますね。で、オブリビエンメダル。で、ここでも交換できると。これ、今のところ僕、まだ1個も交換してないんじゃないかな、多分。だからね、結構、参加しまくらないときついね。だからそのためには、ディナタン、ギネビア、ランスロットの絆上げていかないといけないんで、まあ、そこだけちょっと意識してやんないといけないかなっていう感じですね。いずれ、その絆上げない段階、状態でいくと頭打ち来ちゃうんで。で、これもね、1ヶ月区切りだから、毎月しっかりやった方がいいですね。周回しちゃえばいいんで、なので、もう気にすることなくバンバン進めていいのかな。で、あとは共感メダルか。で、ここは、まあ、結構僕、ここら辺交換しちゃってますけど、まあ、やっぱスクエアメダル結構重要かなっていうのと、まあ、ここのリボンスクロールとアベイクストーンがね、結構安いんですよね。うん。なので、まあ、これは交換した方がいいかなと。これなんかこれ、こんなの交換しなきゃよかったと思ってるけどね、今考えれば。これだったらスクエアメダル SR の方が良かったんじゃないかとか、思いますけど、これは結構いいと思います。で、古戦メダルね。これ、ブルーメダルそろそろもう結構手に入ってる人多いと思うんですけど、まあ、これの突出するよりも、今はボード上げる方が、多分開ける方が絶対いいと思うんで、貫突して、厳選できる状態まで持っていけるんだったら、もちろん、メダルの、ブルーメタル、装備の方がいいと思うんですけど、そうじゃなかったら、やっぱボード開く方を優先した方がいいんじゃないかなって思いますね。まあ、どうせって言ったら嫌な言い方だな。交換するのって、大体多分、初夏、小あたりだと思うんですよね。あとは、SR クラスのやつですかね。だと思うんでね。まあ、そんなに強く、意識しなくても大丈夫だと思うんで、ここら辺をね、交換していければ、まあいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあこんなとこですかね。はい。というわけでね、無駄なくっていうのももちろんあるんですけど、こういうメダルの交換所に、ボードのアイテムがあるんだっていうのを、まあ知ってもらうだけでも全然違うかなっていうふうに思いましたんで、ぜひね、こういう漏れなくね、進めていこうっていうのと、あとはもう足んなくなったら、もう、諦めるって言い方おかしいですけど、もうどんどん周回して、キャラをね、強くしていくっていうのがいいのかなっていうふうに思います。まあ、ルートをこう増やしていけば、フリークエストで回れるところが増えるから、でそうするとね、経験値集めるだけじゃなくて、まあ、素材集めを目的とした
の集会ができるようになるんで、これとかね、こんなところで UR 手に入っちゃうんだからね、恐ろしいよね。UR ラウンドレメダル300とか、レアだったらここで手に入るとかね。槍のスクエアメダルとかこんなありますからね。とかね。まあ、なってくるんでね。あとはまあ、ハードが解放された時のこと考えて、まあ、解放しとくっていうことですかね。まあ、1ヶ月はかかるだろうけどね。はい。というわけでね、最後にね、チャンネル登録、高評価、そして、メンバーシップ募集しておりますので、概要欄にあるリンクから、ぜひご覧ください。というわけで、お疲れ様でした。